ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として竹内真嗣君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、医薬産業振興医療情報審議官、城勝文君ほか、17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。臓器移植の件および戦没者の遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。最初に、臓器の移植に関する法律に対する付帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告します。臓器の移植に関する法律は、平成9年の施行から本年で26年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、またさまざまな立場から、移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。まず、臓器移植の実施状況について申し上げます。令和5年3月末における移植希望登録者数は1万7835名であり、令和4年度の移植実施数は、心臓移植が88件、肺移植が104件等となっております。また、令和5年3月末までに926名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。このうち本人の意思が不明な場合でも、遺族の承諾により臓器の提出を可能とした平成22年の改正臓器移植法施行後に、臓器を提供された方は840名、このうち15歳未満の小児からの臓器提供は56名となっています。令和4年度においては、過去最多の105名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。さらに、令和5年3月末における脳死下での臓器提供が実施可能な施設は437施設であり、移植が実施可能な施設は、心臓移植が11施設、肺移植が11施設等となっております。次に移植結果について申し上げます。これまでの移植に関する生存率や生着率は、例えば心臓移植について、5年生存率が 92.9%、5年生着率も 92.9% となっているなど、良好な結果となっていると認識しております。最後に、公平かつ適正に行われるべき臓器の斡旋を無許可で行ったとされる事案があったことを踏まえ、令和5年4月から5月にかけて、関係学会の協力を得て、海外渡航移植患者の緊急実態調査を実施いたしました。その結果、海外に渡航して移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者の数は543名、そのうち生体から臓器の提供を受けた患者の数は42名、死体から臓器の提供を受けた患者の数は416名、不明な患者の数は85名となっております。国内外で移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者の数は3万1684名であり、このうち海外で移植を受けて、国内の医療機関に外来通院中の患者が占める割合は 1.7% となっております。今回の調査の結果、海外に渡航し、移植を受けた患者が国内の医療機関に一定数通院している実態が明らかとなりました。厚生労働省としては、各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努めるべきであるという国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、脳死下での臓器提供やその移植が原則国内において実施される必要があると考えております。このため、引き続き公益社団法人日本臓器移植ネットワークや関係学会等と連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただくことも含め、臓器移植に関して、国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を行い、国内で必要とされる臓器移植を原則国内で完結できるような体制の構築に努めてまいりますので、今後とも委員の皆様にはご理解を賜りますようお願いをいたします。続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する付帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告いたします。まず、事業の概況について申し上げます。令和4年度の遺骨収集事業は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響等により、
現地調査等が必ずしも計画通りに実施できなかった面もありますが、そのような中においても可能な範囲で実施 しました。次に戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び当該法人に対する指導監督等について申し上げます。令和4年度においても指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と戦没者の遺骨収集に関する委託契約を締結し、当該法人が策定した事業計画に基づき現地調査及び遺骨収集を実施いたしました。また当該法人に対して令和4年9月に指導監督を実施いたしました。次に戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。令和4年度においては米国海軍設営隊資料館が保有する機密指定が解除された資料の調査を行い、日本人戦没者の埋葬地点等と思われる記載がある84枚の資料を取得しました。また形質鑑定等により日本人のご遺骨である蓋然性が高いとされた227柱相当の検体を採取するとともに121柱のご遺骨を収容いたしました。次に戦没者のご遺骨の鑑定及びご遺族への引き渡しについて申し上げます。令和4年度においては DNA 鑑定を通じて遺留品等の手がかり情報がない硫黄島の一柱を含む21柱のご遺骨の身元が新たに判明するとともに、14柱のご遺骨をご遺族へお渡しいたしました。また、DNA 鑑定の体制強化と迅速化を図るため、DNA 鑑定を委託している12の鑑定機関に加えて、厚生労働省自らも専門職員を雇用し、DNA 鑑定を実施するための分析施設を新たに設置いたしました。最後に関係国の政府との協議について申し上げます。令和4年度においては外務省と連携し、インド共和国ほか3カ国と協議を行い、日本側の遺骨収容および遺骨鑑定のプロセス等について了承を得ることができました。またパラオ共和国およびインドネシア共和国と覚書等を取り交わしました。今後とも戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に規定する集中実施機関の趣旨を踏まえ、一柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族に早期にお渡しできるよう遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましてはご理解を賜りますようお願いをいたします。以上で報告の聴取は終わりました。なお厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末日に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用を取り計らいます。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。内越さくら君。立憲民主社民の内越さくらです。本日はこの質疑の後の議題となっております、いわゆるゲノム医療法案の内容について、政府の今後の取り組みについてお尋ねいたします。この法律はその目的にあるように、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能となる一方で、その普及にあたっては、個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要について、基本理念等を定めたものです。ゲノム医療は、一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行う医療であり、全国がん患者団体連合会はじめ、多くの難病、難治性疾患の皆様、ご家族らが心待ちにしていたものです。超党派の議連によるご努力と、法案作成に尽力された関係者に心より敬意を表します。しかし、遺伝情報、ゲノム情報に基づく差別禁止の法制化は、諸外国に比べて四半世紀も遅れていると言われており、その遅れをこれから急速に取り戻さなければなりません。そのためには各省庁間における多岐にわたる連携が必要であり、医療分野を所管する厚生労働省を中心に、政府全体の取り組みが求められることになります。ゲノム医療の推進と差別の禁止は両輪で行われなければなりません。この点、諸外国においてはアメリカのジーナ法をはじめ、各国で整備がなされています。しかし我が国においては、遺伝的特徴や遺伝情報に基づく差別の禁止が明文化されておらず、法整備も行われておりません。こうした観点から質問を行います。日本医学会、日本医師会、全国がん患者団体連合会なども、遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別や、社会的不利益の防止についての法整備を求めています。これに対する厚生大臣の姿勢を伺います。
加藤厚労大臣。今、委員からご指摘ありましたように、ゲノム医療については、個人の体質や病状等に適した診断、治療等が可能になることにより、これまで診断、治療法がなかったがん、難病の克服につながるものとして、期待が高まっているところであります。その一方で、ゲノム医療の提供に際し、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないことなどを懸念する声も上がっております。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言えない現状にあると認識をしております。このような状況に鑑み、必要な法整備について、超党派で議論が行われ、今国会に提出された法案では、ゲノム情報の保護が十分に図られるようにする、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにするといった基本理念を定めるとともに、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとするとされていると承知をしております。厚労省としては、この法案が成立した場合には、その趣旨を、その規定に基づき、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁とも連携をしながら、必要な取り組みを行ってまいります。打越さくら君。今後を検討していくということなのかもしれないんですが、改めてですね、差別の禁止について、個人情報保護法上の取り扱いも含め、どのような検討を行っているのでしょうか。加藤厚労大臣。個人のゲノム情報に基づく不当な差別や取り扱いなどについて、適切な対処が求められております。ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報法に基づき、個人情報に該当するゲノム情報について、適正な取り扱いを確保することに加え、科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて、特に配慮する必要があると認識をしております。今回のゲノム医療法において、ゲノム情報の保護が十分に図られるよう、等の基本理念が定められるとともに、国の施策も、国も必要な施策を講ずるとされているところでございます。そうした点を踏まえ、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら、必要な対応を図っていきたいと考えております。打越さくら君。6月1日に規制改革推進会議の答申、転換期におけるイノベーション、成長の起点が出され、医療等データを取得した者、適法に取得したか否かを問わないが、差別など本人の利益となるような利益を、差別など本人の不利益となるような利用を行うことを禁止するとともに、医療等データの漏えい等が適切に防止されること等により、個人の権利利益を保護するために必要かつ適切な措置が講じられることが求められています。個人の遺伝情報やゲノム情報による差別や社会的不利益の防止は、個人情報保護法における要配慮個人情報に相当するものと考えてよろしいのでしょうか。個人情報保護委員会にお伺いします。個人情報保護委員会、山住審議官。はい、遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども、例えばその本人に対して医師等により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断、その他の検査の結果ですとか、健康診断等の結果に基づき、または疾病、不詳、その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導、または診療等を内容とする記述が含まれる場合におきましては、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当しうるものでございまして、その場合にはですね、一般の個人情報に比べましてですね、厳格な取り扱いというものを法律上求めているところでございます。他方ですね、要配慮個人情報に当たるか否かを関わらずですね、個人情報一般の話といたしまして、事業者が違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により、個人情報を利用した場合には、法違反になるということがございまして、今、ご質問のございました差別の助長ですとか、そういう不当な行為というものについては、この法律の関係で抵触をしうる場合があるというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、個人情報保護委員会といたしましては、これらの規定を適切に運用することによりを通じましてですね、個人の権利益の保護のために必要かつ適切な措置、対応を行ってまいりたいと考えております。打越さくら君。個人情報保護法17条と20条でですね、
結局これは要配慮、個人情報の取得や第三者提供の際には、目的を明示して、本人から同意を取得しろというようなことを記述してはいるんですけれども、たとえ本人の同意があっても、こういう目的には使ってはならないということは記述されていません。例えばですね、保険会社や職場から遺伝子検査の結果を取得、利用を含めて、小さい文字で羅列された約款的な文書を渡されてですね、同意してくださいと求められたら、同意してしまう可能性が高いと思うんですね。このため、現行法には、要配慮、個人情報に起因する差別や社会的不利益を防止する仕組みが組み込まれていない点が課題ではないでしょうか。規制改革推進会議の答申も、この点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視しているのではないかと推察します。現行の個人情報保護法を補完するための方策を伺います。加藤厚労大臣。ゲノム医療を推進するにあたっては、その前提として、ゲノム情報の適正な取り扱い、不当な差別取り扱いの対応、生命倫理の配慮などに適切に対処しつつ取り組みがすることが重要と考えております。今回の法律においても、先ほど申し上げた国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な政策を講ずるものとするとされているのは、現行の個人情報保護法を踏まえた上で、さらなる取り組みということで挿入されているものと認識をしております。厚労省としては、その規定に基づいて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を考えていきたいと、検討していきたいと考えております。内越さくら君。今のご答弁でですね、関係省庁と連携してというお話だったんですけれども、その関係省庁というのはどういうところなのかということですね。結局、具体的に連携を想定している省庁、あるいはその分野についてご答弁をお願いします。加藤厚労大臣。ゲノム医療を総合的かつ計画的に推進することをこの法案は目的としております。その取り組みの実施にあたっては、医療に関する研究開発、医療提供体制の整備等を所管する厚生労働省が中心となりつつ、医療分野の研究開発の総合調整を担う内閣府、また科学技術に関する研究開発の促進、国民に対する教育の推進等を担う文部科学省、医療以外の目的である拡散に関する解析の質の確保などを担う経済産業省等多数の省庁が想定されます。そうした省庁の適切な関与と協力が不可欠であります。そうした関係省庁と連携しながら対応してまいります。内越さくら君。すみません、私が聞き落としたかもしれないんですけど、法務省も入っていますよね。ということをもう一度確認させてください。加藤厚労大臣。今申し上げたそれだけじゃなく、など他の省庁も含めて、それぞれ適切な関与と協力が不可欠と考えているところでございます。しかし、桜君。事前に伺ったときに法務省もおっしゃっていただいたので、ちょっとほっとしてたんですけれども、ぜひ法務省、非常に重要なところだと思いますので、連携していただきたいと思います。保険については金融庁の所管です。生命保険協会、損害保険協会など、業界におけるガイドラインはそれぞれ定められておりまして、これまで遺伝学的検査結果の収集、利用は行われていないということではありました。しかし、これらは新たな課題が認識された場合等には、監督官庁の指導と、医療、医学等の関係者の意見を参考とし、見直すことを適時、適切に対応することとされています。法案が成立した場合、金融庁としてはどのように対応、また基準を設けるのでしょうか。金融庁総合政策局、三好審議官。答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、保険分野におけるゲノム情報の取り扱いに関しましては、保険会社等が保険の引き受け支払い実務において、
遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集利用を行っていないということにつきまして、生命保険協会などから周知文書が公表されているものと承知いたしております。金融庁といたしましては、生命保険協会等との意見交換会などの機会を捉えまして、各保険会社に対して、顧客などへの本周知文書の内容に基づいた説明を改めて徹底するよう要請しているところでございます。こうした対応に加えまして、追加的な政策が必要かどうかにつきましては、今、提案されております法案が成立した場合も含めまして、関係者と協議しながら、今後、検討してまいりたいと考えてございます。内越さくら君。その関係者というのはですね、倫理関係とか法律の関係の、そうした方も含むということで、想定されているということでよろしいでしょうか。三好審議官。お答え申し上げます。関係者の中には、もちろん関係省庁等も含まれますし、今、委員ご指摘のような法律倫理の関係者にも、広く協議、お話を、相談をさせていただきたいとも考えております。内越さくら君。ぜひお願いします。そして先ほどですね、事前のレクの時とは違ってですね、大臣の方がこう関係省庁として法務省はことさら挙げておられなかったんですけれども、ぜひ法務省も関係すると思うので、連携していただきたいと考えております。そして法務省人権擁護局においては、相談窓口の設置やですね、事例集の作成などが求められると考えますが、いかがでしょうか。法務省大臣官房、柴田審議官。お答えいたします。法務省の人権擁護機関が設置する相談窓口においては、さまざまな人権に関する相談を受け付けております。遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別を受けたとする方々からのご相談にも対応することが可能でございます。またご指摘の事例集作成をすることにつきましては、関係者のプライバシーへの配慮が特に求められることや、遺伝情報等をめぐる社会的状況等を踏まえ、その要否も含めて慎重な検討すべきであると認識しておりますが、いずれにしましても、ご相談を受けた場合には、事案に応じた適切な対応を取るよう努めてまいります。内越さくら君。そのような事前のレクの時もですね、そのようなお話だったんですけれども、なかなかその、ゲノム情報のことでですね、提供を求められた人、就職しようとしたときにですね、求められるとか、生命保険会社から求められたとかしたときに、どうしたものかなと、それによって弾かれたりしたときに、これを差別って考えていいのかどうか、もう仕方ないことなのか、泣き寝入りしなきゃいけないのかとか、そういうところをですね、法務省としてはそれはだめなんだっていうことをですね、周知するためにも、ぜひ、なんかこう一般的な相談窓口で受け付けてますということだけではなくてですね、人権啓発活動強調事項17項目についてこう、ゲノムのことも追加するとかですね、人権相談窓口に、そうしたゲノムに関係することでの差別というものも受け付けてますよというようなことをですね、ぜひ周知していただきたいと考えております。でもですね、何かこう一般的なところで対応してますよというようなことで、ありますとですね、そのなんていうか責任感が、申し訳ないんですが、あまり感じられないので、この法案を機にですね、差別のない社会を目指す責任というものをぜひ法務省の方には認識していただきたいと考えております。そして消費者向けの遺伝子検査ビジネスと DTC 検査というのは経産省の所管になります。最近、非医療行為としてゲノム検査がですね、ダイエットとか婚活に利用されているという、根拠の乏しい事業がですね、ネット上にこう検索するといっぱいこう氾濫しているんですね。この野良検査といわれるほど野放し状態であって、所管する経産省自体が科学的根拠についてエビデンスは蓄積されているものの妥当性については確立していないと、検査の質の担保の仕組みが不十分、グレーな業態と認めているほどなんですね。消費者保護規制だけではなくて、倫理的、法的、社会的課題、つまり LC ですけれども、その LC とか科学的妥当性からのアプローチが必要と思われます。厚生労働省の見解を伺います。上、医薬産業振興医療情報審議官。
お答え申し上げます。DTC 遺伝子検査につきましても、科学的な検証等が不十分なサービスが世の中に流布されますと、ゲノム情報の解析についての信頼が毀損される恐れや、国民の健康を害する事態が生じる恐れがあると認識をいたしております。厚生労働省といたしましては、これまで全ゲノム解析等の推進にあたりまして、倫理的、法的、社会的課題、いわゆる ELSI についても課題として取り上げまして、必要な対応について議論を行っているところでございます。ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報に該当するゲノム情報の適正な取り扱いや、科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて、特に配慮する必要があると考えておりまして、これは DTC 遺伝子検査を行う場合も同様であると認識をいたしております。市越さくら君。本当にネットで検索すると、むしろそういう認識というよりは、婚活とかですね、そういうことに使えますよみたいなことがいっぱいかヒットしてしまうので、ぜひ厚生労働省の見解が周知されるようにお願いします。そして消費者に全ゲノム解析を販売する企業も登場しています。さらに人間ドック、自由診療の人間ドックなどでもですね、全ゲノム解析を提供する病院の登場などで混乱が広がっています。特に子どもへの遺伝子検査の実施は、本人に利益が見込まれる場合に制限すべきだと考えます。規律が必要ではないでしょうか。加藤厚労大臣。今、審議官から DTC 検査についての基本的な考え方を申し上げたところでございます。子どもにおいても同様のものというふうに承知をしております。市越さくら君。はい、その点がですね、やはりまだ周知されていないと思いますので、この制限するということについて、なかなかそれができないようでしたら、新たな法律が本当は必要なのかなと、改めて認識する次第でございます。ゲノム医療と密接な関係があるがん対策について、がん対策基本法には第25条2項で、がん対策推進協議会におけるがん患者およびその家族、または遺族を代表する者の参加が明文化されています。全ゲノム解析等実行計画2022においても、患者、市民参画が位置づけられています。当事者等の意見が尊重される仕組みについて、厚生労働省の検討状況を伺います。加藤厚労大臣。ゲノム情報を推進するにあたっては、ゲノム医療を受ける立場にあるがんや難病の患者の方など、関係者から幅広いご意見をいただきつつ、取り組みを進めることが重要と認識をしており、厚労省でもこれまで全ゲノム解析等の推進について協議する全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会の委員としてがん難病の患者団体の方にご参加をいただき、患者市民参画、いわゆる PPI についても議論を行ってきたところであります。引き続き国民が安心してゲノム医療を受けられるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会等において関係者に幅広くご参画いただきながら、関係省庁と連携しながら必要な検討、そして取り組みを進めていきたいと考えております。市越さくら君。本当にですね、この法案については期待もある一方ですね、本当にこう遅すぎるということで、ささやかな一歩であるという期待がある反面ですね、これが新たな差別を生むのではないかという懸念も残念ながらあるということですので、私たちとしてもですね、国会としてもしっかりとそのような差別などあってはならないということで監視していけるように、努めてまいりたいということを申し上げまして、質問を終わります。